今、えー、コロナのおかげで展示会とか見本市ができなくて、えー、皆さん困ってます。特に商工会議所商工会、そして、えー、新金なども、えー、地域の、えー、会社をまとめて、えー、そこの目立った商品を、えー、紹介する見本市を毎年やってるわけですけど、今、それが開催できないわけです。そして今 商工会さんとか新金さんんととかかからオンンラインでできないかという相談が来ました私たちはその商品の特徴とかそれを導入したらどんなメリットがあるかということを動画で撮影してそしてそれを YouTube に上げてその会社さんは名刺とかパンフレットとかで、えー、自分で PR する部分があるわけですけどもう一つは商工会さんとか新金さんの サイトの中に、えー、仲間たちの動画を全部入れることによって新しい、えー、お客様を見つけることもできるわけです。今日ご紹介するのはそれとちょっと違ったオンライン展示会が実は5月の28、29、30とニューヨークであったそうです。それを取材してきた私たちの仲間が、えー、投稿してくれました。 それは実は私たちが思ってたオンライン展示会とは全く違ってました28、29、30と朝の9時から夜の9時まで1時間おきに3組がプレゼンテーションするわけですねその番組表をまず作るわけですねそうするとそこで選んだところに登録するとほとんどが無料ですけど有料の公演もあるわけですね そうすると、50人の場合もあるし、200人ぐらい来る場合もあるわけです。そこで何をややっっててるるかといううででんだそうですですから、ややこしいそんなシステムがなくても、それぞれの会社が、ズームでその時間に情報発信するわけですね。当然、見たい人はもう、先に参加の申し込みがしてありますから、ど,この,ど,どの人たちが見に来ているのか。 またそこで、まあ、チャットで、えー、質問も受け付けることができますのでそのプレゼンテーションが終わった後に、えー、その質問に対して、えー、商談をすることもできるわけですこれなんかは、えー、とてもあの簡単にできるオンライン展示会ではないかと思いますその時商品の説明を、えー、ライブでやるとなかなかこううまくしゃべれないケースがありますから 先ほどの、えー、リンクスタジオで説明したいものは編集してもしくはクロマキーを使ったりして資料も見せながら説明をしながら Zoom、えー、で、えー、やり取りをすると、えー、こんなのがもうニューヨークでは始まったようです是非見本市や展示会ができないから困った困ったとっ言ってるのではなくてやり方は 私たちもいくつか今用意してます、えー、今のズームでやったものを録画することもできますから後からあその時間に見れなかった人は後からその情報を見ることもできるわけですね。そんなあコロナがあって、えー、このようなあオンライン展示会というものがあニョキニョキといろんな形で、えー、現れてきた。今日はそんなお話を お伝えしたいと思いました。